平井弘明です。今回は平均飛距離について撮っていきたいと思います。平均飛距離はですね、前回撮ったその場ですぐ飛ばす効果が得られるというものではなく、普段の練習から打ち方を変えていく、動き方を変えて自分自身の平均の飛距離を今よりも伸ばすということについて説明していきたいと思います。その平均飛距離を伸ばすというのは、今のご自身のスイングだったり練習方法だったりをガラッと変える必要もありますし、現在10割近くで振ってる方が距離を伸ばそうとしても多分変わって5ヤードぐらい、プラス道具ボールが変わって2、3ヤード、トータル8ヤードぐらいがほぼほぼ限界だと思います。それぐらい飛ばしというのは、今普通に振ってるスイングと飛ばしに行った時のスイング、両方もちろん同じ人ご自身が打ちますので、10ヤード20ヤードバコンと飛距離が変わるわけではないです。手加減をして完全に方向性重視で振ってるんであれば別ですけども、ある程度しっかり感を出して振ってる方が今よりも平均飛距離を伸ばそうとするのは、練習量だったり今よりも相当違うこと、真逆までは言いませんけども、違うことをやるという認識で練習していった方がいいと思います。平井弘明のワンナップゴルフで、早速その平均飛距離の伸ばし方、やり方ですが、体の使い方なんかも細かく説明していきたいと思います。まずアドレスの時点ですけども、アドレスの時点では現在普通のスピードで打ってる時のアドレスよりも何が変わるかというと、ほぼ変わらない、もしくは若干スタンスが広くなったりとかですね、若干握力が強めになったりっていうぐらいの程度だと思います。あとは体の張り感、一番張っててもらいたいのはこのベルトの上ら辺、腰ですよね。この辺が一番グッと張り感があって、お尻のてっぺんを出すよりはお尻の下ですね、この辺を出してあげる感じ。そうすると太ももの後ろ側、両太ももの後ろ側がピンと張る感覚になってくると思います。そのアドレスの仕方が、まずアドレスの緊張感ですね、張りを持たせるというアドレスの仕方になります。次にテイクバックなんですが、先ほど取ったアドレスから今度動き始めます。指導の部分ですね、この地点でアドレスを取って、そこから上げるときに少し、数字で言うと5ミリ5ミリぐらいずつ右左にこうやってリズムを取る感じで、右に乗った瞬間にバンと上げるイメージ、これめちゃくちゃ大事ですね。これフットワークのリズムなんですけども、こんなフットワークなんかいらないです。できれば5ミリでも大きいぐらい、とにかくかかとをふみふみするような感じで、かかとだけで言うとこの右にこの踏んだこの時ですね、右左右の時にバンとバックスイングを上げてしまう、これがめちゃくちゃ大事です。そうすると反動がつきます。ただアドレスから早くバックスイングを上げるとなると、相当筋力を使わなきゃいけないので難しいんですけども、体の反動を使ってあげるとだいぶ楽に上がります。右かかとを踏んだ時にボンと上げてあげると、一気にトップまで加速ができますので、それでバックスイングを取ってあげた方がいいです。でそのバックスイングを取った時に、多分最大のポイント、一番重要なところだと思うんですが、右の股関節に入れてあげる、これ分かりますかね、入れ方なんですが、ワイドスタンスにすると分かりやすいです。この時に体をまっすぐ立たせてあげて、右に回転してあげると、ここにシワが寄ると思うんです、ズボンに。このシワにポイントがあって、ここにこうやってシワが伸びてこうやって回ると、ここ股関節に入ってないんですよ。でもここに深いシワをこうやって寄せてあげると、めちゃくちゃこの右の太もも、バックスイング上げた時にこの右の太ももが、ちょっとカメラじゃ分かんないですけども、めちゃくちゃ硬いです、パンパン、それぐらい張ってる。上げた時に右の股関節にちゃんと入ると、右の太ももの後ろが張ります。この張りが飛ばしですね。要は雑巾を持ってギューって上だけねじって離したらブンって戻りますよね。これが飛ばしに関係してくる最大のポイントです。要は反発力ですよね。反発力がすごい大事なので、
下をなるべく止めておいてあげて、上半身とよく捻転差って言いますよね、下と上の捻転差なんで、下を止めておいて上をねじってあげて、ああもう我慢できないというとパンって右足が弾けます。それがインパクトに伝えられればご自身の最大限の飛距離が出しやすいです。でそれが今バックスイングまでの動きです。張って、でここから今度ダウンスイングですね。ダウンスイングはですね、この先ほど右の太ももの後ろに溜めたパワーを解放させてあげなきゃいけないんです。その解放の仕方なんですが、解放させる度合いをちょっとやっていきたいと思います。まず溜めたパワーを一気に解放させてちょっと打ってみたいと思います。こうやってですね、こういう球が出るんです。要は上の動きよりも速いスピードで解放させちゃうと、今すごいとこ当たったんですけど、空振りに近いような球、これ飛ばしに行った時にありがちです。なので気をつけていただきたいんですが、今のミスのポイントとしては、上げて降りるスピードよりもこう早い段階でも蹴りすぎてる、下が要は先行しすぎてるんで、上がまだ降りてきてない状態でボールに当たってるようなニュアンスで今打ちました。そうすると解放する度合いが早すぎるんですね。なので溜めるんですけども、溜まったものを少しずつ上の状態に合わせて解放してあげないと、上と下のバランスが、今のが下の動きと上の動きがバランスがいい状態でバーンと解放してあげてるようなスイングです。なのでこれがもちろん上が速すぎてもダメですし、下がさっきみたいに速すぎても合いません。なので飛ばしに行った時っていうのは、だいぶタイミングっていうのは大事になってくるので、そのタイミングを合わせる、上と下のタイミングを合わせることがすごく大切です。次に今ダウンスイングを、切り返しからダウンスイングをやりました。で次にインパクトですよね。インパクトをどうしたらいいかっていうと、ご自身の中で一番最大限の力で打ったとします。その時にボールにフェースが当たる時に、スピードが上がれば上がるほどボールの重みは重く感じると思うんです。なので今まで今度勢いがつくので、ボールへの衝撃がめちゃくちゃ強くなるんです。そうするとどうなるかっていうと、ヘッドが当たった瞬間に後ろにこうやって押されるというか、当たり負けをするんです。その当たり負けをしないように、もう右手の手首が1ミリでもこっちに折れないようにキープしてあげなきゃいけないんですね。面をずっと変えない、面を意識して当たった時にグンと前に押してあげられる右手の手首の強さ、まあ右腕と右手首ですよね。とにかく右サイドのパワーをボールに当ててぶつけて飛ばすというのがすごく大事だと思いますので、でその時に当ててフォロースルーでクラブと右腕が打ちたいターゲットを一番伸びた状態で刺すまでビターンと伸びる、だから右スパイクからヘッドがこう一直線になるイメージですよね。そのインパクト後にビターンとなる、このイメージがやっぱあった方がいいです。フォロースルーの取り方なんですが、さっきバックスイングで右股関節に入れました。ってことはフォロースルーは今度左の股関節に入れていかないといけないんです。それが左サイドの壁、よく言いますよね、左に壁を持てとかって言うんですけども、それは左の動きを止めてバチンとこうやってキープするんではなくて、股関節に、左の股関節に入れてあげると自然とターンしやすく壁ができやすいです。でこの左足のスパイクもできればこうやってなったりとかですね、こうやってあまりならない方がいいです。アドレスした地点からなるべく位置をずらさないで我慢してバチンと打ってあげて、こういう状態ですよね、こういう状態になってあげて我慢をしてあげると、要はクラブが向こうに行くその動きを止める、そこで要は反発力が生まれますので、そこも飛ばしの原因の一つ
になると思います。飛ばしに行った時っていうのは全てのパーツに張りがあって、パーツをインパクト後にこう全て解放させて伸ばしてあげるのがすごく大切なので絶対やってください。それでインパクト後に全てが伸びきって体に巻きついてくると大きいフォロースルーが自然と取れますので、無理にこう大きくしなきゃとかですね、そういう考えよりはもうインパクト後にフォロースルーにかけて全てのパーツがバチンと伸びきって体に張りがある動きですね、心がけた方がいいです。一応要点だけまとめて言いましたが、ちなみに飛ぶ方に飛ばしを聞いてもあまり意味ないです。多分飛ぶ方は飛ばそうと思って飛ばしてないと思うんです。ただその方が今よりももっと飛ばそうとしてるんであれば、その飛ばす知識というのはあると思いますが、もともと飛ぶ人にどうやって飛ばそうと聞いてもですね、いや自然と飛ぶから分かんないって言われる答えが返ってくるかもしれません。なので飛ばない方が飛ばしをすごく勉強されている方に聞くといろいろ共感が持ててくるような気はします。今回は平均飛距離についての体の使い方ですねを説明させていただきました。今後ですね、細かい体の使い方だったり他のショットのこういう細かい部分をですねいろいろ知りたいというコメントがありましたら、ぜひぜひその辺もやっていきたいと思いますので、気軽にコメントしていただければと思います。 LINE の公式アカウントをですね始めましたので、ぜひぜひ友達登録の方よろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。俺がレッスンの時よく言うのは、クラブ買い行く時、スイング習う時、あと、コースのラウンドレッスンとか行く時は必ずプロゴルファーに同行してもらうのをおすすめしますってよく言う。そうトーナメントプロ、そう